ダブリンは青森放送のマスコットキャラクター。青森県が生産日本一を誇るリンゴとハートがモチーフ。RAB 開局50周年記念のシンボルマーク。キャラクター、キャッチコピーを一般公募。現在も使われている同局のキャッチコピー。ホッとするね。RAB と共に2002年9月18日に制定された。ボディカラーは濃いめのピンクで白い手足が特徴。 静止画では両手を前に出して体を傾けていることが多い。RAB ではこれ以前にも曲キャラクターが制定されていたが新聞広告などの静止画が中心で露出度は少なかった。CG アニメーションのテレビスポット CM を制作するなど積極的に活用するようになったのはこのラブリンからである。2009年4月3日からは 常時表示を開始した地上デジタル放送のウォーターマークに採用された。昨今はラジオでもラブリンを主人公としたショートストーリー風のスポット CM が放送されている。なお、初期のデザインでは黒目がなく現在よりも目が小さく描かれていた。2010年からはラジオテレビ両方のスポット CM でラブリンの歌が流れているが歌っているのは同曲アナウンサーだった。 日田香織である。2013年10月11日放送のラジオもテレビも RAB60 時間ラジオを除いちゃおのプレゼントクイズの回答として放送。ありがとうございます。